マイクラ世界一楽な拠点、まず 2×2、深さ2マスの穴を掘り、2箇所だけさらに掘ってチェストに変えて、上にベッド、前後4箇所掘ってシーランタンに変えれ、再度3箇所奥も掘って水と耕してミニ畑を作り、1箇所に装飾ブロックを重ね置き、はしごを設置して内装は完成。ベッド側にガラス、後ろとサイド、上側にトラップドアを置いた後、内側からドアを設置したら、世界一簡単なミニ拠点の完成。これなら全く場所取らないし、シーランタン以外楽に資材を集めることができるから、ぜひやってみてね。今回のミニ拠点気に入った方は高評価で応援よろしく。